さんこんばんは。本日はヨルダン対イラク、埼玉スタジアム200によりお届けしてまいります。前半キックオフです。ヨルダン対イラク、エキシビションマッチです。さあどういうスタートになりますでしょうか。見てまいりましょう。ゲーム序盤、両チームともにシュートで終わるシーンはまだありません。このパス超えるか。シュートレンジです。マイナス気味、シュートに行けるか。こぼれます。シェイ、このボールはちょっと勢いが足りませんでした。ファーストタッチの置く位置がいいですよね。イメージ通りのシュートでしょうね。シュート、ちょっと慌てましたね。もう少しキープしてもよかったと思いますけどね。ここはカットします。切り込んでいく。周りを見る。このボールをカットします。前半30分を過ぎたところです。前半も残り時間が少なくなってきました。スコアは0-0。裏に味方を走らせる。ここもかわします。いや抜けてきましたね。抜ける、シュート、ゴール。さあまずはきましたね。こういったセカンドボールに対しても、イラク1-0先制しています。1点取った後は激しくゲームが動くと思いますからね、はい、特にリスタートのポジション取りは集中した方がいいと思いますね。なるほど。さあ前半40分です。前線へのボール、ここで受ける、抜けてくる。ちょっと危ないぞ、このパスは。ここで長いホイッスル。前半、さあ前半いかがでしたか。ヨルダンとしてはちょっと嫌な終わり方をしましたよね。後半に向けてしっかりと気持ちを切り替えたいですね。チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、様々なものが交錯している今日の試合。引き続きセカンドハーフに突入します。それでは引き続きゲームをお楽しみください。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。あー、来た、ゴール。これで2点差。素晴らしかったですね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。
今日2点目です。さあイラク、さらに1点を追加し2対0としています。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど、どうする、チャンスですよ。ヨルダンとしてはハーフタイムにいろいろと指示が出ていると思いますけどね、少しまだ効果は出ていない印象ですよね。抜けてくる、自分で持っていく、見事なパス、打つ、完璧でしたけどね、わずかに右へそれました。もうちょっとよかったと思いますけど、やはり自分のリズム、タイミングというのがあったんでしょう。ヨルダン2点を追うという形、少しリズムが崩れてしまっているという印象です。後半20分を経過しました。さあシュート、いやーコースでしたね。クロスバーの少し上、相手ディフェンスも少し前がかりになってきますからね、はい、今みたいな選択も大事になってきますよね。なるほど、ここは先に触ります。いいですね今のディフェンスもね。もう一つ前に行きたい、さあシュートに行けるか、これはつながりません。非常に集中していると思いますね。後半ももう3分の2が経過しています。ヨルダンとしては攻撃が形になってませんよね。厳しいゲームですけど、なんとか意地を見せてほしいですよね。ここも固い守りでボールを奪います。後半の37分を回ったところ、いい守備ですね。後半の41分を回ります。ボールはボールが落ち着きません。これはなかなかこじ開けられない。そしてここで最後の笛、2対0、ヨルダン負けてしまいました。名波さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。ヨルダンとしては自分たちのサッカーができませんでしたよね。ただ大事なのはなぜそう